山に夕闇が迫る。子供たちよ、もう夜が背中まで来ている。この日はもう十分に遊んだ。おはよう。おはよう。遊びをやめてお前たちの火に取り掛かりなさい。小屋には薪が十分に用意してある。火を焚きなさい。よく乾いたもの、少し湿り気のあるもの、太いもの、細いもの、よく選んで上手に組み立て火を焚きなさい。火が一心に燃え立つようになったら、そのオレンジ色の炎の奥の金色の神殿から聞こえてくるお前たち自身の昔と今と未来の不思議の物語に耳を傾けなさい。